今日はちょっと皆さんにお得な情報をお知らせしたいと思います。なんですけど、米海軍のイベントというのがこのサイトから全部見れます。令和3年には、ベース歴史ツアー、これよくやってるみたいですね。で、残念なのは横須賀スプリングフェスタが中止になってます。横須賀海軍基地の中の桜はすごく見事に綺麗なんですね。で、いろんなこういうふうなイベントをやっていますが、私が、みこしパレードも有名ですね。横須賀フレンドシップでこれもありますね。このブリッジプログラムというのが気になりました。というのもこれ、英語を母国語としない、日本人も他の、海外の方もそうですけども、そのために、英語のクラスをやってるんですね。メリランド大学ユニバーシティって書いてありますが、このように基地の中で、授業を見学できるのかな。この前は英語のクラスがあったっていうのを聞いています。だからこれに参加できたらすごくいいですよね。また今度は AFN の情報に行きます。インターネットラディオですね。これホームのところをクリックするとこういうふうなバナーが見られます。これ今テレビをこれ基地の中ではケーブルテレビでアメリカの番組をで見られます。私たちは見れませんが、こういうふうに基地の中ではアメリカの番組、英語の番組が見られます。そのスケジュールをここで教えしてるわけですね。でこれは、エクスチェンジ円をドルを円に変える時のレートですね。これは、韓国とか日本とかタイとかフィリピンとかシンガポールとかオーストラリアのレートをやっていますね。あとこれはガスプライスというのはガソリンですね。基地の中は安いと思います。でこれビューっていうところをクリックするとこういうふうなビデオが見られます。たくさんあるんですね。最新のものはあんまりないかな。昔のものが見られます。これは長い航海からパパが帰ってきたというので子どもたち奥さんや子どもたちが迎えに来るんですね。これは、自衛隊とアメリカの兵士の、交流会でしょうか。お習字をやってます。カリグラフィーって言います。いかがだったでしょうか。今回は、横須賀基地のイベントが見れるサイト、そこから基地の中で、英語のクラスが受けられるという情報と AFN の別の角度からの見方をご紹介しました。ぜひ参考になさってください。質問や、ご意見などいただけたら嬉しいです。Good job 登録をよろしくお願いします。